以前テレビで放送されたとある心霊番組からの一枚です。この写真はあるご家族が自宅のリビングで撮影されたものです。この写真には幼いお子さんが写っているのですが、その首から上がぼやけているという恐ろしい状況が映し出されています。親御さんはこの写真を見て非常に心配されました。そこで霊能者にこの写真を鑑定してもらったところ、驚くべきメッセージが明らかになりました。霊能者は、これは土地の神様、地神様からの警告です。この家が建つ前に、地鎮祭をきちんと行わなかったか、儀式が不十分だったのではないかと言っています。さらに、地神様はこの時に不満を抱き、この場所から立ち去るようにメッセージを送っているとのことです。もしこのまま何もせずに住み続けると、病気や怪我などの災いが降りかかる可能性があると霊能者は警告しました。幸いこの家族はすでに引っ越しており、現在は何事もなく平穏に過ごしているとのことです。この写真を通じて土地の神様への敬意と感謝の気持ちを忘れずに持つことの大切さを再認識させられます。親御さんにとっては最愛のお子さんを通じたこの警告が一番心に響いたことでしょう。次の写真は投稿者の男性が友人と飲食店に入った際、何気なく友人の姿を撮影した一枚です。しかし驚くべきことに、写真に写る友人の顔が異常な状態になっています。まるでのっぺらぼうのように顔がなくなり、その表面にはひびが入ったかのような不気味な模様が浮かび上がっています。投稿者によると、この写真が撮影された当時、写っている友人は様々な悩みを抱えており、ノイローゼ気味だったそうです。彼の精神状態が写真に写り込んでしまったのではないでしょうか。それともこれは本当の心霊現象なのでしょうか。心霊現象と精神状態の関係については古くから議論されていますが、この写真はまさにその一例かもしれません。皆さんのご意見や似たような経験があれば、ぜひコメントで教えてください。この写真はゴンドラのような乗り物に乗っている子供たちとその親が写っていますが、ここに注目をしてください。画面中央やや下あたり、壁に映り込んでいる不思議な物体が見えます。投稿者はこれを霊の姿ではないかと指摘しています。霊能者によると、この物体の胴体部分は左側に映っている女の子の下半身が反射したものに過ぎないとのことです。しかし頭部らしきこの物体は本物の霊の姿である可能性が高いと言います。この霊はこの付近で亡くなった方の霊であり、遺体が頭部から腐食して白骨化していると考えられます。よく見ると骸骨のようにも見えますよね。おそらく誰もこの方の存在に気づいていないのでしょう。霊能者は一刻も早く供養する必要があると警告しています。さもなければこの乗り物で近い将来に事故が起きる可能性があると言います。非常に不気味で恐ろしい話です。次は、ある街角で撮られた家族写真に潜む恐怖の真実についてお話しします。母親が撮影したこの写真、一見すると父と娘が仲良く座っているだけの微笑ましい一枚。
しかしよく見ると不気味な異変が隠されています。娘さんの左手に注目してください。左手を前に出した娘さんの指が奇妙にいびつで、中指の付け根あたりから、そしてもう一本、この箇所から指が生えているように見えます。霊能者によれば、これは悪霊の仕業だというのです。この悪霊は彼女に長年取り付いており、彼女と完全に馴染んでしまっているのだとか。実はこの娘さんは数年前から体調を崩すことが多くなっており、悪霊の影響を受け続けている可能性があります。彼女の父親もそのことを心配していたのかもしれません。もし皆さんの周りにも同じような異変を感じることがあれば、ぜひ霊能者に相談してください。悪霊の影響を取り除くことで、再び平穏な日々を過ごせるようになることでしょう。この写真は美しい街並みと兵士の像が印象的ですが、ここにも恐ろしいものが映り込んでいます。写真はよく見ると、橋のたもとにこちらを見つめる人影が見えます。この影について霊能者に確認してもらったところ、足がなく明らかに生きている人ではないということがわかりました。この霊はかつてこの場所で無残に丸飼いされた女性であり、遺体を切り刻まれた後にこの橋から投げ捨てられたという悲惨な過去があるそうです。この女性の霊は自分の体を探し続けているのかもしれません。撮影者がこの事実を調べたところ、この地域では確かに過去にそのような事件があったことが確認されました。まさに悲劇が生み出した霊現象ですね。投稿者がハイホテルを探索中に撮影した衝撃の一枚をご紹介します。この写真、普通のベッドルームのように見えますが、実はガラスに奇妙な顔が映り込んでいるのです。ご覧ください。こちらのガラス部分を拡大してみると、はっきりと顔が見えます。まるでそこに実際に存在するかのようなリアルさです。これは単なる反射なのでしょうか？それとも本当に誰かがここに潜んでいるのでしょうか？この部屋の他の部分も注目をしてみてください。時代を感じさせるインテリア、古びた電話機やランプなど、まるで時間が止まったかのような雰囲気が漂っています。こんな場所に一人でいると、誰かに見られているような気がしてなりません。特にこのガラスに映り込んだ顔が不気味ですよね。皆さんはどう思いますか？これは単なる偶然の産物なのでしょうか？私的にはこの場所に宿っている霊と感じてやみません。次は小学校の授業風景に潜む恐怖の真実についてのお話です。この写真は担任教師が学級新聞に載せるために撮影したものですが、児童たちの中に不気味な人物が紛れ込んでいるのがお分かりいただけるでしょうか。スーツ姿の男性がじっとこちらを見つめています。この小学校では十数年前、教育実習生の男性が通勤途中で交通事故に巻き込まれて亡くなったという事件がありました。それ以来、たびたびこの男性の幽霊が学校内で目撃されているというのです。この写真に写っている男性がその亡くなった教育実習生なのかどうかは確かめようがありません。しかし服装や容姿を見れば、
まさに彼だとしか言いようがないのではないでしょうか。このような不気味な現象が現実に起こり得るのが興味深いですね。次は当チャンネルの視聴者 TP さんから直接ご投稿いただきましたお写真です。長野県の諏訪湖畔で撮影された非常に興味深い心霊写真についてのお話です。この場所は心霊現象が起こりやすいと言われています。今回の写真は廃工場内で旧車の展示会があり、そちらのイベント会場近くの喫茶店のパーキングで撮影されたものです。写真には赤い Y の字のもやが写っており、これは一見ただの汚れのように見えますが、実際にはそうではないかもしれません。さらに驚くべきことに、この赤いもやは写真のところどころに現れており、特に上に伸びる赤いもやの延長上に注目してください。そこにはこちらを見つめる霊らしき顔が映り込んでいます。これはおそらくこの場所から離れることができない自爆霊ではないでしょうか。撮影者の友人はこの現象に気づかずに過ごしていましたが、このような心霊現象は後から写真を確認した際に初めて気づくことが多いです。すでに数年経っているとのことですが、ご友人に特に悪いことが起こっていないようであれば、霊体に対して特に対処する必要はないかもしれません。大変貴重なお写真をありがとうございました。それではここからはすっかりおなじみの N さんの心霊コーナーです。今回は以前紹介した工場跡で再び撮影を行ったとのことです。以前はワンちゃんの霊が映り込んでいた場所です。こちらがそのお写真です。再度訪れ写真を撮影したところ、今回は何とも人の顔のようなものが映り込んでしまっています。こちらです。この場所にはやはり何か過去に因縁があるようですね。どうやらこの場所で過去に亡くなっている方の自爆霊だと断定できます。赤い丸で囲まれた部分をご覧ください。まさにその顔が現れています。皆さんはどのように見えますか？ N さん、今回も大変貴重なお写真をありがとうございました。この写真は投稿者の友人が公園のベンチに座っているところを撮影したものですが、驚くことに顔の上半分がまるで煙のように消失してしまっています。この写真を見るとまるで異次元の存在が映り込んでいるかのような不気味さがありますよね。顔の上半分が消えているということは普通では考えられません。実はこれは守護霊の仕業とも言われています。守護霊がこの人物に何か重大な警告を発しているのかもしれません。霊能者によるとこのような現象は近々起こる重大な事故や良くない出来事の前兆であることが多いそうです。もしこんな写真が自分自身に写っていたら正直かなり怖いですよね。皆さんも日々の中で不思議な現象に遭遇したことはありませんか？この写真を見て、この一太郎もさすがに取り憑かれた感があり、少し体調に影響が出てしまいました。しかし、条例上可のお祓いをしたので、今はもう大丈夫です。皆さんも何かを感じることがあれば、ぜひコメントで教えてください。またこういった不可解な写真に関するエピソードがあれば、ぜひシェアしてくださいね。お待ちしています。
今夜はここまでです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。今後も心霊写真を通して様々な霊的現象を皆さんにお伝えしていきます。もしこの動画が良かったと思われましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。おやすみなさい。